すいません、ここまでお願いします。かしこまりました。来たよ難読駅。一つ一つ見れば簡単なんだよな。上に上げる母、親孝行的な。うん、これで行ってみようか。親孝行まででよろしいですか。上衣です。上衣、ごっつい読み方。お次の方どうぞ。ここまでお願いします。はい、かしこまりました。何これ、愚痴庵、どこの地名だよ。意外と考えすぎな時もあるしな。よし、シンプルに行ってみよう。愚痴庵まででよろしいですか。くっちゃんです。くっちゃん、くっちゃん元気かな。すいません、銀さん。はい、どうされました。無理なお願いだと思うんすけど、向こう着いてからどうしてもチャリ乗らないと間に合わなくて、電車にチャリ乗っけてもいいすか。はいはいはい、大丈夫ですよ。え、マジっすか。マジっす。ここ西武多摩川線はサイクルトレインと言われて、そのまま自転車で電車に乗れちゃうんですよ。わあ、助かりました。え、行けるって。行けるらしいっすよ。え、金さん、電車にもいいっすか。ダメっすよ。本日沿線火災の影響で運転を見合わせております。すいません、金さん。はい、いつ頃動きますか。それがこちらでも全く見込みが立っていなくて申し訳ございません。そうですか。お客様、どこまで行きます。え、中目黒までです。ちょっと待っててください。え、タクシー、中目黒までお願いします。お客様、乗ってください。いや、でもお金が。安心してください、このような異常時の際はタクシー代も全額うちで負担しますので。そうなんですか。就活頑張ってください。ありがとうございます。おい、電車はまだ動かんのか。あんな風になんなよ。すいません、ユニバまでお願いします。はい、かしこまりました。え、のぞみ、お疲れ。ユニバ行くの。うん、一人で。なわけ、友達と。え、もしかして男。違うよ、あずさと一緒に行くの。本当か。指定席で、早く作って。かしこまりました。では念のためお席ですが、 A 席と E 席で話してお取りしておきますね。なんで、大丈夫だから。嘘だよ、こちらユニバまでお席隣でお作りしております。ありがとう。明日の出発時間、改札で見張っておきますね。疑いすぎ。すいません、銀さん。はい、どうされました。今日すごい雨じゃないですか。そうですね。それでどうされたんですか。切符がぐしゃぐしゃになっちゃいました。あ、そうなんですね。よくいますよ、こういう人。え、そうなんですか。はい、てっきり怒られるかと思いました。安心してください、このまま降りちゃっていいですよ。ありがとうございます。あ、お兄ちゃん、傘は。あー、忘れてきちゃって。ちょっと待ってな、これ持ってきな。いいんですか。いいよ、傘なんて駅に無限にあるからね。ご乗車ありがとうございます。うーわ、残高不足だ。チャージしてこよう。え、後ろから舌打ち聞こえるんだけど。エラーになると後ろの人にイライラされるから嫌なんだよな。あ、すいません、全然問題なッシング。あ、ありがとうございます。たまに前の人が引っかかって舌打ちしてイライラしてるやつがいるだろ。そいつらも引っかかる時あるんだから、お互い様だろ。おじさんみたいな人が増えてほしいです。ほんじゃな。あ、すいません、全然問題なッシング。またやってるよ。それでは月の満ち欠けでありえないものをこの中から選んでください。遅れました。山川君、何してたんだい。大雪のせいでチャリが進めなくて。大雪の日は早めに出るとか考えないんですか。20分早く出ましたよ。でも道が凍っててめっちゃこけたんすよ。道が凍ってるのも分かりますよね。何年ここに住んでるんですか。こんな凍るとは思ってなくて。山川君はああ言えばこう言いますね。言い訳ばっかやめなさい。あ、すいません、遅れました。香川君、あなたも遅刻ですか。電車遅れてました。これ遅延証です。あ、それじゃ仕方ないです、座ってください。ずる。ご乗車ありがとうございます。ん、受験票だ。お客様、やばい、受付終わっちゃう。お客様、遅刻だ遅刻。お客様。え、お客様、これを。あ、落としてました。ありがとうございます。間に合ってよかったですよ。受付まで時間がなくて急いでたんです。でもこれがなかったら。勝負の日にはアクシデントがつきものですよ。本当に助かりました。ではこのハンコ押しときますね。合格。ここ合格駅の駅スタンプですよ。絶対合格ですね。これ提出するんですけど。ごめん。